はい。今日ですね、脳卒中、肩麻痺、バランスには感覚のあれが必要っていう話をやっていきたいと思います。はじめにこの動画はあくまでも試験ですのでご了承ください。というわけで今回ですね、今日の臨床の疑問というところから始めていきたいと思います。僕は普段理学療法士として回復期リハビリテーション病院に約10年程度を務めております。そんな中で感じた疑問なんですけれども、まあ、柔らかいバランスマットの上でバランス練習しているっていう結構あると思うんですよね。 あの、柔らかい、なんか青いバランスマットみたいなのあるじゃないですか。あの上に患者さんに立ってもらって、要は不安定なところで立ってバランスを保つ練習みたいなことって結構あると思うんですけど、まあ、それって本当にバランス練習として効果あるのかなっていう疑問ですとか、よく鏡を使ったり、目で確認してもらったりして、要は視覚代償を使ってバランス練習をするパターンって結構あると思うんですよね。あの、でっ 一回全身が映る鏡の前で、えー、立つ練習とかバランスを保つ練習することって、まあ、結構あると思うんですけど、あれってどうなんだろうなっていうところに、ふと疑問を感じたんですよ。 ま個人的にはちょっと高頭史上多いかなとかって思ったりすることもあるんですけれども、まあそういうのってどうなんだろうなっていうところから、まあ要は姿勢制御と感覚の関係についていろいろ調べていく中で、えー、面白いというか勉強になる文献があったので、今日はそれを交えて紹介していきたいと思うんですけれども、最後にはですね、えー、自分の僕の自身の臨床に、じゃあこの知識をどうやって活かせばいいのかなっていうところまで、えー、考えてみましたので、よかったら最後までご覧いただければと思います。 で、早速なんですけれども、まあ、姿勢制御って、そもそも視覚が20%、前提感覚が10%、体制感覚が70%ぐらいの比率で、えー、普段はあ、健常成人は、あ過ごしているなんていうふうに言われていますよね。要は姿勢を保つ上には、体制感覚のウェイトが結構大きくて、みたいなところですよね。で、この感覚を、3つの感覚を統合することによって、僕らはまっすぐ立つことができたりとか、いろいろと動作をすることができるとういうことが言われておりますと。 で、今回読んでみた文献はですね、こちらの文献になっております。脳卒中後1年以内の片き患者における感覚統合の異常がバランスコントロールに影響を及ぼすことについてとこういう内容ですね。で、えー、この研究の目的と方法を簡単に、非常にこれ簡単に紹介しているので、詳しくはですね、あの現状の方をご覧いただければと思います。リンクもちゃんと貼ってあるので、そちらを見ていただければと思います。えー、で、まあ、この目的としては BBS と CDP っていうのを用いて、脳卒中後1年の塊患者と年齢をマッチさせた神経学的に正常な被験者、要は健常者のバランスコントロールを比較することであると。で、えー、方法としては、ま、脳卒中塊患者の21名と年齢をマッチさせた神経学的な正常な被験者21名の BBS とセンソリーオーガナイゼーションテストっていうののスコアを比較したというところになっています。 で、感覚としてそこの条件ごとに平行スコアを定義したということになっていまして、こちら本当にですね、この文献ちょっと見ていただきたいんですけれども、結構綺麗に表があって、で、その感覚の条件っていうのが、え、6つほどありました。で、それがですね、非常に、まあ、いろんな工夫が施されているというか、面白くて、要は、姿勢制御って視覚と体勢感覚と 前提感覚が使われているわけじゃないですか。で、この重みを変えるっていう風な条件にしてるわけなんですよね。どういうことかというと、まあ、立ってる状態で目隠しをしていると。目隠しすると視覚が遮断されますよね。で、この視覚が遮断された条件とか、あとは軽車台に乗った条件とか、視覚の奥行きを使った条件とか、いろいろ条件があって でそれによって例えば視覚ゼロ体勢感覚が低下して前提感覚が結構強調されてるみたいなパターンとか体勢感覚はしっかり入ってるけど視覚と前提はあんま入,ん入んない条件,条件とかいろいろこう条件ごとに6つ示されていてこれが非常に面白いなと思いました。 で、えー、結果的にはですね、BBS のスコアは神経学的に正常な被験者よりも患者の方が優位に低かったと。で、ここはそんなに差はなかったみたいですね。で、平行スコアは適切な体制学情報が得られない感覚組織ですと条件や感覚の衝突がある条件。まあ、これがいろいろな条件があったってさっきの話なんですけど、いろんな条件の中では神経学的に正常な被験者よりも患者の方が優位に低かったと。 で、転倒歴に関しては、平行感覚スコアが低い患者のに多かったということになっております。で、要は体制感覚の占めるウェイトがやっぱり大きいよねっていうところになってました。やっぱり正常では70%とかなってるじゃないですか。なので、やっぱり体制感覚の占めるウェイトってやっぱり大きいなっていうところとか、あとは信頼性の高い感覚情報を選択するのが脳卒中肩麻痺の方では難しいかもね っていう話があったんですよ。で、これが非常に面白くて、まあこれ難しいかもねっていう可能性の話なんで、まああくまで可能性として聞いていただきたいんですけれども、これ要はですね、例えば僕ら普通の健常人であれば、立ってる状態で目をつぶってもバタンって倒れることってないじゃないですか。でも例えば脳卒中肩ま痺の方とかであれば、あの目をつぶったらグラグラっとこう揺れてしまう方もいたりするわけですよね。要はこれ視覚が 遮断された時に他の感覚情報を適切に統合したりとかして、えー、立位を保つっていうことができるからってことですよねでこれがあのー、やっぱりうまくいかなくなってしまっているっていう可能性が脳卒中肩もの方では考えられるかなっていうところがあディスカッションとして書いておりました、えー、要は感覚の再過重のことですねでこの感覚の再過重ってよく言うじゃないですかこれって何かって っていうと姿勢の安定を得るために最も適切な感覚情報を選択する能力っていうふうに定義されてるんですよね。この姿勢の安定を得るために最も適切な感覚情報を選択する能力なんですよ。選択する能力。例えば本当にこれ例えなんで、えー、例えとして聞いてほしいんですけど視覚体制感覚前提感覚があったとして。 で立ってるる状態で目をつぶるってなると視覚情報ゼロになるじゃないですか。ってなると体勢感覚と前提感覚で人は立つことができるんですが脳卒中とかになってしまったりするとこれが崩れる可能性があると。要は視覚がゼロになふ普段は視覚体勢前提で立っているのに視覚がパーンと目をつぶったことによってゼロになっても。 なっても視覚を使おうとしていると。要は適切に選択して感覚の再加重をすることができなくなっちゃうんじゃないか。この能力が下がっちゃうんじゃないかっていうことが、まあ、考えられるよね、みたいなことがあ考えら、書いてありましたと。まあ、この辺は非常に面白い考えなんじゃないかなと思います。で、研究限界としてもいろいろと書いてあったので、こちらご参照ください。 で、最後に、自分の臨床に生かすためにというところでは、まあなかなかこの考えをですね、すぐに臨床に生かすっていうのは難しいと思うんですけれども、安易に視覚代償とか口頭指示をすることで姿勢の修正を患者さんに促すことがあったりしますが、まあこれですね、こればっかりやってしまうのもどうなんだろうっていうところはありますよね。要は、視覚代償をいっぱい使ってくださいねって促すっていうことですよね。で、口頭指示もいっぱい入ってくるし、そんな中でえー姿勢を 強制していく練習だけでは良くないなっていうのは思いますよね。あと、視覚と体勢感覚とか、視覚と前提感覚とか、やっぱりこの感覚の統合っていうのがやっぱり大事になってくるので、この辺を意識したあ練習も検討していかなきゃな。やっぱり具体的になかなか難しいんですがやっぱりこう、課題思考型のアプローチで、課題ベースでこういろんなこうトレーニングを いろいろとやっていくっていうのが大事だと思いますね。ずっとなんか鏡の前で曲がっているから戻す練習、戻す練習ばっかりやっていってしまうのはあんまり良くないんじゃないかなっていうところが今回の文献を読んで思いました。というわけで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼いたします。